赤松の利すは、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての武将、守護大名、室町幕府前立方、張馬国、備前国、摂津国守護。赤松氏六代当主、伊名は、即優とも呼ばれる。昭和三年、赤松の利村の子として誕生。現行元年、五代醐天皇が鎌倉幕府打倒を掲げ挙兵する。のりは、 比叡山延暦寺に入って立志明然と称しており、その縁によって五代醐天皇の御子で天台座すであった森吉新郎に付き従い、熊野、戸塚は吉野城などで転戦した。現行三年、森吉新郎の死者として倒幕の領事を父、遠心に届け、赤松氏は針まで挙兵、父に従って登場し、瀬川合戦にも従軍、京都の六原丹大を攻撃する。 のりすけには、武勇伝が多く、太平記にもいくつか記されている。熊野や十津川では、森吉親王を守って前線。父に従っての高田兵庫タスクよりとの戦いにおいては、後方各乱を実行し、最上山城に突入して、勝敗を決めた。また、落中での桂川の戦いでは、増水した桂川に短期で踊り込み、敵陣一番乗りを果たした。 京都においても、住まい人としてのぶ友伝があったという。県務政権下において、足利高氏が中仙台の乱平定後に、五代醐天皇に反旗を翻すと、父や兄らと共に、高氏に味方し、県務三年に、高氏が五代醐天皇法の北畠明家や楠の木正重に、敗れ、九州へ落ち延びた後は、父と共に、針まで待ち構えた。赤松氏の役目は、 五代醐天皇方を、針馬で足止めし、高氏の再起の時間を稼ぐことで、父は、針馬の広範囲に戦線を展開、ノリスケは、環状山城で、第二戦線の大将を命じられる。五代醐天皇法の新田義貞によって、坂本城を中心とする、第一戦線が崩され、第二戦線の市場も次々に陥落する中、ノリスケは奮戦し、環状山城を守り抜く。 白旗城下で激戦が展開されている最中に、九州に落ちていた高氏のところへ訪れ、登場を促す。昭平五年、官能元年、官能の上乱の最中に、父が母子、長兄、藩主が当主及び針間、摂津主後となるが、翌昭平六年、官能二年に急死、医療は分割され、摂津は、老いの三つに与えられ、のりすけは、当主、針間主後となる。 この決定の理由については、周都が幕府の実力者、佐々木同様だったことと、長年父の下で功績を積み重ねてきたことが挙げられる。時系、定藩が幕府に疎まれていたことも、家督相続につながった。同年7月に森吉新郎の御子、陸両新郎を吸い始め、南朝に降った。このため、高氏の着難、吉明の討伐を受けるが、 直後に吉明の叔父、忠義吉が京都から出奔したため、この軍事作戦は、暴力でのリスケの降伏は偽装ともされるが、真相は不明。翌年の昌平一党で南朝が京都を占領、北朝の皇族を連れ去って吉明が初大名の動員を命じるとこれに応じて基準、昌平八年、文羅二年に南朝への備えとして、城山城を築城した。昌平10年、 文奈4年には、松田氏に代わって、備前守護に任じられた。昌平14年、延文4年、二大将軍となった、吉明の南朝政党に従軍した。昌平16年、公安元年、幕府執事から失脚した細川清氏が南朝に属して、楠木正則らと京都を占領。則助は、幼い足利義光を、針間の白旗城へ避難させた。 この時のりすけは、吉光の武料を慰めるため、家臣に命じて風流を踊り、赤松林で接待した。これを大いに喜んだ吉光は将軍になった後も、毎年赤松屋敷を訪ねて、これを見たという。翌正平十七年、常治元年に山名時旧と戦い、建徳元年、王安三年に、前立方に任命され官僚の細川頼幸を、補佐した。建徳二年、 王安4年11月23日に、高熱で倒れ、そのまま回復せずに11月29日未告に、京都の西の東院2条の屋敷で死去。享年59、または61だったとも言う。死因は肺炎だったとされる。墓所は、兵庫県阿公郡上郡町、河野玄の宝林寺。同時には、のりすけの打像も現存する。ありがとうございます。